うまいのにまだ YouTuber が気づいていない名店、それなも鉄カツラーメン。知りたい知りたい。紹介するのはラーメンライター伊勢隊長。優しいなこの人、こんなん言うてくれはって。年間600食のラーメンを食べ歩き、豊富な知識と分析力を武器にラーメンの記事を書けば、ヤフージャパンの閲覧数ランキングで常に上位を独占する、今一番バズるラーメンライター。今回紹介するのは大阪スタミナ牛肉ラーメン和田さんですね。一番のポイントはですね、あの吉野家から仕入れた牛肉がどっか盛りしてるラーメン、牛肉版二郎系みたいな感じなんですけど、煮野菜が入っていて牛肉がドーンと乗ってるんですけど、 200g の牛肉乗ってるんで、しかも吉野家のお肉なんで肉の品質も間違いないっていうことで、これはかなりいけるんじゃないかなと思ってまして、日本一卵の合うラーメンということで出てきてましてですね、卵とライスが必ずついてくるというか無料でついてくるので、まあ実はご飯の方にその牛肉避けていくと吉野家できちゃうっていうところもあったりしましてですね、その食べ方の面白さとか、これがちょっとこの後かなり、まあ、YouTube 含めて賑わせるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけども、今日は池袋の西口に来ておりますけども、伊勢隊長自ら取材。はい、見えてきましたよ。わーすごい。はい、ということで今日ご紹介したいのはこちらです。大阪スタミナ牛肉ラーメン和田さんです。大阪スタミナ牛肉ラーメン和田、東京メトロ池袋駅の出口から徒歩10秒。2020年に大阪で創業、今年4月に東京に進出したばかり。店名になっているスタミナ牛肉ラーメンがとにかくすごいという。実はこの店、ジュニアが夏休みの放送の時、ゲストのフジモンに写真だけで紹介したお店。はい、いやどうですか。匂ってますよ、もう結構牛肉と。ニンニクの香りがムンムンですけどね、カウンターもありまして、皆さんね、黙々と食べてらっしゃいますけど。食券、はい。あ、それ言います。はい。はい、特製バーベキューラーメンですね。はい、ありがとうございます。では、お先にこちら生卵失礼いたします。はい、卵？卵来ちゃいましたよ。では、お作りいたします。お待ちくださいませ。はい。このお店は、実は世田谷というお店がやってるんですけど、あ、世田谷。この世田谷さんが、吉野家ホールディングスのグループっていうところがポイントでしてね、この吉野家といえば牛肉、この辺がラーメンにどう絡んでくるのかっていうのがこのお店の面白いところですね。ラーメン世田谷とは、東京駒沢に本店を構え、ミスターラーメンの異名を持つ前島司さんが創業した名店。新鮮な豚骨、鶏ガラなどの動物系食材に煮干し、ソーダ節など魚介をふんだんに使ったラーメンが特徴。今回いただくのはその名店と吉野家が合体したラーメンで、とにかく絶品だという。失礼します、お待たせいたしました、特製バキューラーメンでございます。すごい、すごい、すごい、来たー。これラーメンなんだ。はい、失礼します、こちらチャレンジです。ありがとうございます。どうですか、この絵力。すごいわ。こちらが名物の特製爆牛ラーメン。ラーメンの上に牛肉も肉がドーンと 200g、 その上には大量のおろしニンニクの塊が乗った贅沢すぎる一品。なんとこれに卵とライスが無料でついて1280円。美味しそう。食べたい。すごいな、これ。おいしい。甘めの醤油でさ、大阪っぽいですよね。牛肉と麺をこうして、すごい。うん、うまい。最高だよ。特別に作り方を見せてもらった。濃口醤油とたまり醤油をブレンドした特製醤油と鶏ガラの出汁で取ったスープに、自家製のもちもち極太麺、さらにキャベツ、もやしなどの大量の野菜、背脂も大量投入。
そして主役の牛肉も大量。吉野家のタレとは違います。ラーメンに合うようにしっかりと、はい、作り込んでます、はい。吉野家の牛丼は脂身が多めで柔らかいあばらの肉を使用しているのに対し、爆牛ラーメンは肉の食感をしっかり感じられる中バラ肉を使用。味付けもラーメンに合うように隠し味に蜂蜜を入れるなど甘さを変えているというこだわり。そして特製醤油で煮込んだ牛肉をラーメンの上になみなみと乗っける。こぼれそう。吉野家 あのそれこそお肉のカット工場に行きまして、うんうん、端材をラーメンとコラボレーションしたら面白いのではないかというところから着目して、うんうん、牛肉を使っていることを存分にお客様に、はい、楽しんでいただけるように、はい、通常のラーメンの4倍お肉を乗せて、うん、最後はこちら、牛肉の頂きに大量のおろしニンニク。吉野家の牛肉ってうまいじゃん。これをラーメンにして食べられるなんてもう夢ですよ、これ夢。うまいですね。もうイノベーションですよ、ね、本当に。さらにイノベーションの食べ方がこちら。お肉を持ってましたね。これ吉野家にも近づいてますよ、どん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 。卵ポケット作りましてね、いいな。で卵ここに至るわけです。この甘い醤油と背脂のスープをかけちゃうっていう、これですよ、みんな大好き牛丼をいっちゃいますと。いいんでしょ。食べたい。あ、最高じゃん、これ。で、これイキーノラーメンモドリーノ最高ですよ。すごいね、これは。これだけやり放題ですよ、こんな夢ですよ。びっしゃびしゃにしてくって、すごい。最高だ。日本人の DNA に流れていると言っても過言ではない吉野家か。そしてちょっと二郎っぽい、なんか麺がもっちもちでご飯はいつもの安定感。このね、吉野家の幅を楽しめる。こういうのやっぱ作り上げるってね、やっぱアイディアと技術両方ないとできないんで、本当に素晴らしいなと思ってます。よし、食べた。ペロリだ。店3つぐらい行ったような感覚になってますもんね、満足感が。未体験の美味しさだと思うんでね、ぜひね、お試しいただきたいなと思います。実は入店した際、驚くものを発見していた。これ、藤原さんのサイン。すいません、藤原さんいらっしゃいました。藤原さん、いらっしゃいました。早くないですか、ちょっとオンエアから。なんとアベマ的で紹介した2週間後にこっそり来て YouTube 撮影をしたという。まだ動画はアップされていないようなので皆さんお早めに。さあ、すごい絵力。あれはいい。食べたい。これ倉田さん、フランスでラーメンっていうのはどうですか。うん、すごい人気です。すごい人気。うん、パリだとアフリとこだわりがおすすめ。アフリ、うん、アフリあります。アフリもフランスすごいね。すごいね。そうなんや。すするってことも普通にできないです。難しいですね。そう、あと音を出すのがグレーに感じてしまうので、うん、できないです。静かに食べるんですか、みんな。そうで、汚く。あ、じゃあ飛んじゃうから。レンゲに麺を乗せて食べる感じですか。そうか、そのままです。なんか多分間違ってると思うんですけど、もう一生懸命もこんな感じに。そうなんや。で、生卵はどうですか。そうですね、食べないですよね、きっと。フランスだと、ね、美味しいですけどね。さあ、では改めて今回のお店のおさらい、こちらです、はい、東京池袋にあります大阪スタミナ牛肉ラーメン和田さん、吉野家の牛丼と瀬手賀のラーメンを合体して 200g もね、牛肉乗っていて、合うように味も変えられてまして、まあ、ご飯とライスも、あ、ご飯と卵が無料でついてくるので、中毒し放題という牛丼を作ることもできる。それはもう隊長がおっしゃるんで、もうそれは間違いないです。間違いないです。
でも本当吉野家のお肉でうどんとか、うん、そばとかいろいろね、はい、コラボレーションありそうな、うん、美味しいやろな、うん、これ、うん、皆さん藤原さん先にね行かれてたようですけど、すごいねその節操のなさすぐ行ってましたね、さすがですか、うん、ぜひねジュニアさんも行ってみてください、はい、ありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これ